お値段が2900円ですね。はい、ちゃんとシート貼ってありますからね。どうですか、この手袋。この手袋と、あ、痛い。はい、皆さんこんにちは、菊新チャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今日はですね、ワークマンに行きます。はい、最近 YouTube でもですね、YouTube 上でもですね、ワークマンのグローブ買ったよっていう人多いなってすごい思ってます。そこでね、私もちょっとね、グローブ欲しいなと思っていたので、ここはやっぱりですね、ワークマンにちょっとチャレンジしてみたいかなと思っています。バイク、乗ってるバイクによっても種類も違いますし、いろんなレビューがあってもいいかなとは思うので、実際に私もちょっとそれで購入して早速ね、使ってみたいと思います。ちょっとまだね、このメッシュタイプのグローブではちょっとまだ寒いかなというところもあります。今日4月、5日かな、ワークマンでバイク用品がね、こう特にこう日常使いの用品が増えてくれるっていうのは、僕たちこの田舎暮らしをしているものとしてはとてもありがたいなと思います。すごく思いますよ、よし、ワークマンに到着。ここでいいかな。はい、買ってきましたよ。お値段が2900円かな。お値段が2900円ですね。はい、ちゃんとシール貼ってありますからね。耐久性に優れたタイプ、レザータイプで、撥水仕様って書いてますね。これも嬉しいポイントですね。早速開封します。開封ってね、開封も何もこれだけなんだけど。よいしょ。よいしょ。するやつ。あ、本当だ。あのね、YouTube で見た通り入り口が狭いですね。あ、ちなみに買ったタイプは今回私あんまり手が大きくないので M サイズを買ってきましたね。サイズはぴったりだな。ぴったり。ちょっと硬いかな。M ですね。M。入り口が。ちょっときついんだな。ああ、でも、L サイズがなかったんですよ。M と LL しかなくて、L ってないのかな、ちょっとね、硬いけど、ちょっとここら辺、裁縫がね、雑な部分もあるって聞いてたんで、その通りですね。から少し慣らして、デザインがね、黒とかがあれば本当は良かったんですけど、なんで茶色なのかな。でこちらの、ワークマン、こちらは岩手県にあるワークマン一関店だったんですけど、M サイズも LL サイズもまだまだ在庫はたくさんあります。まだね、バイクシーズンも本格的ってわけじゃないし、バイク人口もね、こっちの方はあんまり多いではないので、在庫ありますので、探している方ぜひどうぞ。穴が開いてるね、指先がないタイプもありました。よし、だいぶいいかな。では、早速行ってみたいと思います。今ね、少しほぐしてから使ってるんですけど、この感じでは、指先まだ硬いけど、いいな。
バイクグローブってやっぱりこうネットではねちょっと買いづらいもんではありますよね。実際にねやっぱ履いてみて、はめてみてかな、履いてみてって言われました、買いたいなっていう商品ではありますので、なんかここが痛いな、言ってた通りだな、ここがちょっとね、ちょっとこう使ってみたら、ここの内側がちょっと当たる気がする。硬いからかな。革ではないんですよね、多分ね。ビニールレザーだと思います。革風ですけどね。一応スマホが対応になっているはずなので、後でやってみます。動画のレビューがあった通り、やっぱりここがね、なんかちょっとこのプロテクターのカップの内側のとこがちょっと指に当たって痛いな。慣れればいいのかな。あと高級感はないですね、全く。はい。なんかビニールっぽさがすごい。高級感はないです。まあ、安いっていうのはあるんですけど、安いって言ってもやっぱ3000円ぐらいはしますからね。もう少し見た目、色と見た目工夫してもらえたら、嬉しいなーっては思います。まあ、使い始めて最初だからね、少しやっぱゴワッとした印象はありますが、まあ操作に関して問題があるかって言ったら、まあ問題はないです。止まる曲がるスイッチ類の操作に関しては最初からでもそんなには問題ないかなと思いますね。まあ、少し慣れてきましたね。でこういう風に曲げてるとここ当たらないからいいですね。こう曲げて、まあ多分ね、握ることを前提にデザインされてるからだと思うんですけど、握ってる部分に関してはこうここのカップの部分が人差し指には当たらないですかね。こう伸ばすと、こう何こっちだ、クラッチ操作のためにこう伸ばすとちょっとね気になる。だから最初購入してすぐが、まあ、信号待ちが多い地区だったので、ちょっと気になったかなっていう感じですけど、郊外にやってきてこうやって走ってる分にはこう曲げてる分にはもう全然気にならないかなという。ここのね、L 字部分にしっかりこういう使うところにこの黒いのが貼ってあるのはいいですね。滑り止めにもなるし、どうしてもこれあると硬くはなるんでしょうけど、こうピタッと合わせた時にここをね、やっぱり擦れるとこなんで、こういうところにプロテクターがね、きっちり入っているところは、で、このこれかな。似たようなやつね、Amazon とかでも1000円台とかでも売ってます。値段は倍になりますけど、こういうところはね、ここも厚いしね、ちゃんとね、中にね、なんかスポンジ入ってる。ここら辺はいいかなと。あとは期待したいのはやっぱりこの防水性ですよね。ワークマンって言ったらやっぱ作業用品なので、まあ、寒さとか雨とかそういうのに対してのあのノウハウが持ってそうなんですよね。そこら辺をね、今度ちょっと試してみたいと思いますよ。はい、2時間ぐらい使ってみました。初めて履いた時よりはだいぶ柔らかくなってきましたね。で、ここも痛くなくなりました。気になりなくなりましたね。少しね、伸びてくれたのかな、ヤギ側。ただ、指先のね、やっぱりゴワゴワ感はちょっとまだ残ってるかなという感じです。まあでも2時間でこのぐらい柔らかくなるのであれば、何日かね使っていくうちに、しっくりくるんではないかなと思います。今後にね期待したいと思います。
はい、こちらの手袋はね防水ということなので、一応ちょっと防水性能を試してみたいと思います。おお、継ぎ目からは入ってくるな、水。裁縫の継ぎ目からは、やっぱり入ってきますね。手の甲はいいみたいです。こっちは、あーでもなんか、入ってくるな、ここら辺からも。完全防水ではないですね。水は弾くけど、弾いてますね。水は弾くけど、継ぎ目からは水は漏れてくるようですね。うん、完全防水ではないな。雨の日ちょっと使い続けるってなると、防水手袋の代わりというふうにはちょっとならないですね。はい。今回ヤギ側ということなので、ちょっとヤギと聞いてみたいと思います。どうですか、この手袋。この手袋と、あ、痛い、共食いじゃん、それ。どうですか、おちびちゃん、どうですか、ヤギ側ですけど、どうですか、えい。ブンブン、ブンブン、ブンブン。ブンブン。Boom, boom, boom.